はようございます、こんにちは、こんばんは、おやすみなさい。タッキーズの内容です。今日は2024年前期子どもの食と栄養ポイント7の解説を行いました。今回離乳食についてのお話です。子どもの運動発達と合わせて覚えられると思いますので、ぜひ一緒に頑張りましょう。それではどうぞ。2024年前期子どもの食と栄養ポイント7、次の文は、授乳・離乳の支援ガイド、2019年改訂版、厚生労働省の離乳の支援の一部である、括弧 A から括弧 D に当てはまる語句の正しい組み合わせを一つ選びなさい。離乳の開始とは、括弧 A の食べ物を初めて与えた時を言う。開始時期の子供の発達状況の目安としては、括弧 B の座りがしっかりして寝返りができ、5秒以上座れるスプーンなどを口に入れても、括弧 C ことが少なくなる、哺乳反射の減弱、食べ物に興味を示すなどが挙げられる。その時期は、生後括弧 D 頃が適当である。ただし、子供の発育及び発達には個人差があるので、月齢はあくまでも目安であり、子供の様子をよく観察しながら、親が子供の食べたがっているサインに気がつくように進められる支援が重要である。選択肢 A、 舌で潰せる状態、歯茎で潰せる状態、滑らかにすり潰した状態。選択肢 B、 腰、首、 C、 舌で押し出す、噛む、 D、 3から4ヶ月、5から6ヶ月。この問題正解は4番の滑らかにすり潰した状態、首、舌で押し出す、5から6ヶ月が正解となります。この問題のポイントは、ズバリ離乳食について理解できているかどうかです。赤ちゃんの発達状態と離乳食それぞれの時期の食べ物の特徴を押さえていきましょう。まずは赤ちゃんの栄養補給について。赤ちゃんは生まれてすぐの時期からお母さんのおっぱい、母乳やミルクで成長します。生まれてからしばらくは食べ物を食べることができませんので、お茶などを飲ませる場合もあるんですが、栄養補給としてはこの母乳やミルクのみとなっています。母乳というのがお母さんのおっぱいから分泌される乳汁を与えること。育児用ミルク、これが調整粉乳による人工乳です。で、これまでは粉ミルクが主流だったんですが、2018年に液体ミルクも販売が可能となって、そこからは粉ミルク、液体ミルクというのが人工乳として売られています。それから混合と呼ばれる授乳の方法がありまして、これが母乳と育児ミルクを併用して与えることを言います。お母さんの母乳がしっかり出ないなど何か理由がある場合に、それを補うような形でミルクを与えます。これが生後5、6ヶ月頃までの赤ちゃんの栄養摂取の方法です。離乳食とは、まず離乳という言葉があります。乳を離れるという漢字を書くんですが、成長に伴って母乳や育児用ミルクだけでは赤ちゃんの栄養は不足してきてしまいます。そのエネルギーや栄養素を補うために、徐々に幼児食に移行する過程のこと、これを離乳と言います。離乳がイコール母乳やミルクをやめることではなくて、母乳やミルクと併用する形で少しずつミルクを減らし、少しずつご飯を増やしていくというこの過程を含めて離乳と呼びます。そしてこの時期に食べられるご飯のことが離乳食です。それまでの赤ちゃんはミルクや母乳など液体しか飲んだことがありませんので、消化の良い食べ物、これに少しずつ慣らしていって食べ方を覚え、そして噛んで飲み込むという動作を覚えていきます。赤ちゃんの運動発達を見ていきましょう。生まれたての赤ちゃんというのは自分の力で移動することができません。口を動かしたり、手足をバタバタさせたりすることはできるんですが、ベッドの中ですら移動ができません。赤ちゃんは首の筋肉も発達しておらず、お母さんが首を支えてあげないと抱っこをした時にだらんと垂れてしまうくらい首の力が弱いのですが、だいたい生後3ヶ月頃から5ヶ月頃になると、首が座る、これは自分の力で頭を持ち上げるという意味なんですが、首の筋肉が発達することで頭を持ち上げることができるようになってきます。そこから寝返りを打つ、仰向けの状態からゴロンと横に転がってうつ伏せの状態になるようになります。生後6ヶ月頃から9ヶ月頃になると、支えなしで座れるようになります。支えなしでというのが、座っているテディベアなんかを想像してもらうといいかもしれないんですが、赤ちゃんは頭が重いのでそのまま座らせるとコロンと後ろにこけてしまいます。これも成長に伴って座った姿勢をキープできるようになってきます。さらにうつ伏せの状態から足と手を動かしてハイハイで自力で移動ができたり、生後8ヶ月頃から11ヶ月頃になると、つかまり立ち、お尻を持ち上げて立ち上がることができるようになります。このつかまり立ちで立ち上がった状態から何かを持ったまま横に歩いていく。これを伝え歩きというんですが、伝え歩きもできるようになってきます。さらに10ヶ月頃になると、自分の力で何も持たずに立ち上がったり、
歩き始める子供もいます。もちろん個人差はあるんですが、大体このような順番で赤ちゃんは1年で成長していきます。このように赤ちゃんが運動発達していく中で、離乳食が食べられる時期はどこかと言いますと、大体このあたりですね、寝返りを打てたりとか、支えなしで座れる。このぐらいの時期になると座った姿勢をキープできますので、離乳食を開始しても良いとされています。詳しくは後ほど説明します。生後5、6ヶ月頃で離乳食を開始すると言ったんですが、離乳食の完了がだいたい1歳半、18ヶ月頃とされています。これ以降は幼児食と言って、大人と同じような固形の食べ物を食べれるようになるんですが、まず最初は少しずつ、そして1日1回ずつご飯を与えていきます。離乳食の回数は1回食、2回食という数え方をするんですが、初めは1回食から2回食へ、中期になると2回食、後期になると大人と同じように朝昼晩3回食を始めていきます。離乳食初期というのは赤ちゃんは母乳やミルクしか飲んだことがない状態ですので、ほぼ液体のような滑らかにすりつぶした状態の食べ物を与えます。日本の場合はほとんどお粥から始める方が多いと思うんですが、10倍粥といってお米1に対して水10のドロドロのお粥をさらにすりつぶして与えます。まだまだ噛んで潰すことはできませんので、歯茎で潰せる硬さの食材を与えます。1歳から1歳半、12ヶ月から18ヶ月頃が離乳食完了期と呼ばれています。この頃になると、顎を動かしてもぐもぐと噛んでいけるようになりますので、もちろんまだ歯は生え揃っていませんが、歯茎で噛める硬さの食材を与えていきます。覚え方としましては、離乳食初期、ごっくん期は滑らかにゴロゴロごっくん。離乳食中期、なっパは舌でもぐもぐ、離乳食後期、くう、いい歯茎で噛み噛み、離乳食完了期、いい匂いが嫌でもパクパク、ぜひ使ってください。ここまでの話を踏まえて、厚生労働省が作成した授乳・離乳の支援ガイドを見ていきましょう。この中に離乳食を始める時期という項目が書かれています。離乳の開始とは、滑らかにすりつぶした状態の食べ物を初めて与えた時を言う。これ先ほどのままですね。開始時期の子供の発達状況の目安としては、首の座りがしっかりして寝返りができ、5秒以上座れる、スプーンなどを口に入れても舌で押し出すことが少なくなる、哺乳反射の減弱、食べ物に興味を示すなどが挙げられる。これが個人の運動発達の目安なんですが、首の座りがしっかりしていたり5秒以上座れたりしないと座った姿勢をキープできませんので、そもそもご飯食べられないですよね。そしてスプーンなどを口に入れても舌で押し出すことが少なくなる、これ哺乳反射の減弱と書いてあるんですが、赤ちゃんには生まれつき原始反射といって備わっている反射があるんですが、その中の哺乳反射、吸鉄反射なんですが、これは赤ちゃんが口に触れたものに吸い付くという反射です。唇や口の周りに当たったものに何でも吸い付きますので、自動的に母乳などを飲むことができるんですが、これは赤ちゃんの意思ではなく反射行動です。そして生後4、5ヶ月頃になってくると、この反射が減少して赤ちゃんの意思で吸い付いて飲むというようになっていきます。この哺乳反射が弱まっていないとご飯を食べることができません。また例えば大人がご飯を食べているのを見てそれを欲しがったりとか、大人の真似をして口をむにゅむにゅと動かす、これが食べ物に興味を示しているという合図になります。で、離乳食を開始する時期、その時期は生後5、6ヶ月頃が適当である。ただし、子供の発育及び発達には個人差があるので、月齢はあくまでも目安であり、子供の様子をよく観察しながら、親が子供の食べたがっているサインに気がつくように進められる支援が重要である。こちらの離乳食を始める時期という文章が問題文そのままとなっています。では問題文に戻ります。授乳・離乳の支援ガイドの離乳の支援の一部である、カッコ A からカッコ D に当てはまる語句の正しい組み合わせを一つ選びなさい。離乳の開始とは、おかゆのような滑らかにすりつぶした状態の食べ物を初めて与えた時を言う。開始時期の子供の発達状況の目安としては、首の座りがしっかりして寝返りができ、5秒以上座れる、スプーンなどを口に入れても舌で押し出す、嫌がることが少なくなる、哺乳反射の減弱、食べ物に興味を示すなどが挙げられる。離乳食開始の時期は生後5、6ヶ月頃、生後半年頃が適当である。ただし子供の発育及び発達には個人差があるので、月齢はあくまでも目安であり、子供の様子をよく観察しながら、親が子供の食べたがっているサインに気がつくように進められる支援が重要である。滑らかにすりつぶした状態、首、舌で押し出す、5、6ヶ月、4番が正解となりました。実際の保育の現場でも、0歳児クラスでは給食で離乳食を与えていきますので、ぜひこの内容を覚えていってください。今日もお疲れ様でした。